おはようございます。長老クローです。バックアップバッテリー交換します。テプラの電池交換頼まれました。今回は依頼案件です。簡単にラベルシールが作れるテプラ、言わずと知れた人気商品。機種は SR910、 2002年製、勤続20年の働き者。不具合症状は2つ。1つは印字のかすれ。印字ヘッドの汚れも気になるけど多分寿命。ヘッドは消耗品なので依頼主には諦めてもらう。もう一つは電源を切ると印字データが消える。この機種はリチウムコイン電池でデータを保存するタイプ、ファミコンカセットと同じ方式。残念なのがメインの電源では記憶が維持できない。単三電池や AC アダプタをつないでも忘れてしまう。普段は問題ないけど入力してからテープカートリッジを交換するとデータが消えるのはなんか嫌。ブブブン、長老クロウ。分解します。電池を交換するためメイン基板を取り出します。交換時期は2009年なので13年遅れ。心配なのは電池の液漏れ。交換は販売店かお客様相談室に相談することになっている。長老は相談されたのでお客様相談室だったらしい。知らんかった。交換が面倒なのが電池ソケットじゃなく基板にハンダ付けされていること。電池が切れる頃には買い替える前提のコストダウンかも。分解はネジを緩めて爪を外すタイプ。テーブルがたくさんあるので引きちぎらないように注意。電池はメイン基板を外さないと交換できないのでかなりの勢いで分解。ほとんどのケーブルを引っこ抜いたり基板を固定しているネジを全部緩める。パソコンのマザーボードみたいにソケット式にしてほしかった。メーカーに電池交換を依頼した時の料金が気になる。ブブブン、長老クロウ。バックアップバッテリーを交換します。コインリチウム電池を付け替えます。バッテリーの残圧を確認してびっくり。0V、完全に使い切っている。こりゃあかん。液漏れがなかったのは幸い。電池の外し方はスーファミのカセットで学習済み。片方ずつコテで加熱しながら裏から引っ張る。外れたら余分なハンダの吸い取り。交換する電池は CR2032、 スーファミで使ったタブ付きのやつ。電圧は 3.3V、 いい感じなのでサクッと取り付けたかったのですが、コネクタのピッチが合わない。ピッチは 20.5、 16、 18.5 の3種類あるらしい。知らんかった。ピッチだけの問題なのでぐにゃっと曲げて合わせる。斜めになっているので
抑え込んだらいい感じ。復元途中で見つけたヘッドの汚れ、気になったので綿棒にアルコールをつけてしっかり拭き取り、かなり綺麗になったのでかすれが軽減されそう。続きを組み立てたら修理完了。ブブブン、チョロクロウ。動作確認します。作業が完了したので動作確認。今回は電池を交換しただけなので普通に復活するはずなので、その前にもう一ネタ。このテプラの AC アダプタも以前に修理したもの、通電しなかったので断線だと思ったけど、振ると中からカラカラ音。このアダプタは溶着されていない、ネジを緩めると分解できる珍しいタイプ。修理後にプラスネジに変えたけど元はややこしいネジだった。開けてみてびっくりしたのがガラス管ヒューズが入っている。落とした時に壊れたらしいので衝撃で外れたらしい。バックアップバッテリーは直付けなのにヒューズはソケット、謎すぎるよキングジムさん。話は戻って動作確認。起動 OK。 AC アダプタを抜いても記憶は残っている。あとは印字のかすれが治ればいいけど、ダメでした。終わり。チャッチャチャッチャチャッ。チャンネル登録してください。チャンネル登録お願いします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 。チャ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 。